人間、誰も見たことがないようなレアな自動車にロマンを感じるものです。今回の動画では、そんなレアな自動車をいくつかまとめましたので、リストにして紹介していきます。アイコナ・ブルカーノ・チタニウム。名前の通り、ユニークなチタンとカーボンファイバー製ボディを持つ世界初のスーパーカーです。イタリア初のデザインハウス、アイコナによって設計され、有名なイタリア高地ビルダー、セコンプによって製造されました。滑らかなシェルの内側には、6.2 リットルのアルミニウム製下級8気筒エンジンが搭載されており、680馬力でとてつもない加速力を発揮します。同じようなスーパーカークラスの車よりも重量が圧倒的に重いということを考えれば、この加速力は目を見張るものがあります。この馬力でも満足できない場合は、リクエストがあれば1000馬力以上の個体を生産できるらしいです。確かにパフォーマンスとしては最高レベルというわけではなく、レースカーとしては物足りないと考える人もいるかもしれませんが、この唯一無二のスタイルは何事にも変えられません。SR71 ブラックバードにインスパイアされたボディパネルを手作業で1000時間以上打ち込み、キャビンの細部に注意を払い、一般道で走る目的で設計されているであろうことは明らかです。調べたところ、この車の価格は約4億円ですが、世界初のチタン製スーパーカーを所有したいという強い欲求と、この美しいユニークな車を買えるほどお金を持っている大富豪は世界中にいくらでもいるでしょう。フェラーリ F40LM。LM は F40 のレーシングバージョンであり、さらに1987年のデビュー直後に伝説の自動車メーカーエンツォ・フェラーリが亡くなったため、彼が関わった最後の車でもあります。標準の F40 自体も素晴らしい車でしたが、ある顧客から工場から直接ターンキーレースカーとして製造してほしいという要望を受け、フェラーリ氏はすぐに素晴らしいアイデアだと考え、長年のビジネスパートナーのレースカービルダーメシェロット・オートモビリを頼り、 LM ルマンバージョンを実現させました。LM は F40 と同じ 2.9 リッターツインターボ V8 エンジンを使用していましたが、調整が進んで新しいティポ F120B を手に入れました。アップグレードには新しい IHI ターボのセットが含まれ、ブーストが約 16PSI から 37.7PSI に増加。これにより全体の馬力が471馬力から720馬力に増加。最高速度は時速370キロにまでなりました。さらに車を空力的にするために追加の調整が行われ、シャーシが硬くなり、タイヤが広くなり、コースの罰則曲線上で車の速度を落とすためにブレーキが大きくなりました。すべての調整はレースパフォーマンスを向上させるという唯一の目的のもと行われました。レース用に構築されたものの、多くの車は工場から直接個人に販売されています。ちなみに最近行われたオークションでは6億5000万円を超える値段で落札されています。1970ポルシェ 917K。917はこれまでポルシェが製造した車の中で間違いなく最も象徴的なモデルと言えるでしょう。1969年から1970年まで25台のポルシェ917がル・マン用に設計されました。そして1970年5月14日、ル・マン24時間レースでポルシェに初の総合優勝をもたらしています。ハンズ・メズガー氏が設計した空冷式の 4.5 リッターのフラット12エンジンから排出される排気ガス音だけでも異常に印象的です。ル・マンでのテストカーとして始まり、大会中以外でもコースを走りました。通常、テストカーはここでお役御免といったところですが、917K は1971年の映画ル・マン用に映画制作会社に売却され、ハリウッドの大俳優スティーブ・マックイーンによって運転されました。撮影後、車は販売され、20年以上の間保管され続けましたが、ついに2001年に再び脚光を浴びることになります。
スイスのスペシャリストであるグラバースポーツガレージによって最新の注意を払ってオリジナルの形に復元され、元の状態に復元された結果、競売で15億円の値段がつけられ、歴史上最も高価なポルシェになったのです。1964フォード GT40 がどれほどクールなスーパーカーなのかを知っている人は多いかと思いますが、この車の誕生物語はもっとクールです。1963年の初め、フォード・フェラーリ間での買収契約が頓挫した後、お互いの関係は大きく悪化し、フェラーリの創設者であるエンツォ・フェラーリ氏とフォードモーターのトップであるヘンリー・フォード氏の間で激しい侮辱合戦が繰り広げられていました。確執はヘンリー・フォード2世によってレースにまで持ち込まれ、過去7レース中6レースフェラーリが優勝していたレースで勝利を収めて恥をかかせようと考えたのです。ちなみにたった1回フェラーリに土をつけたのは、自動車デザイナー兼ドライバーのキャロル・シェルビーという男でした。この一連の確執は、20世紀フォックスがマット・デイモンとクリスチャン・ベール主演で2019年に映画を作ったほど悪名高いものでした。まずは GT40 の初期プロトタイプ GT101 が誕生しました。イギリスのローラ MK6 をベースにしており、4.7 リットルの V8 を搭載していましたが、パフォーマンスと信頼性が低いため、最初の2年間は計画失敗とも言えるものでした。そこでフォードはフェラーリを倒した唯一の男、キャロル・シェルビー氏の肩を叩くのでした。シェルビーとのパートナーシップにより1965年シーズンに GT104 を生産しましたが、レース中に火事を起こし引退を余儀なくされました。初期のプロトタイプは後に GT40 のスペシャリストポール・ランザンテ氏によって復元され、その後オークションで7億円近くの値段がつけられました。ブガッティタイプ41ロイヤルケルナークーペ。ブガッティは常にスーパーカーとして知られているわけではありませんでした。100年近く前は豪華な高級車を専門としており、とりわけタイプ41ロワイヤルは最高級に豪華であると評価されていました。 6.4 メートルの長さで、重量は3175キロ、エンジンは当時製造された最大の一つである 12.7 リットルの鋳鉄製で、フランス航空省向けの設計されたストレート8が採用されました。実際最後のロワイヤルが完成した後、ブガッティはこのエンジンを搭載した高速鉄道車両を製造しています。インテリアは想像通りに豪華で、ボールナットのステアリングホイール、クジラの骨から作られたノブが取り付けられています。25台のロワイヤルの製造が計画され、カスタムメイドのセダン1台あたりは基本価格は当時の3万ドルという驚異的な価格で提供されました。残念なことに1927年から1933年までという計画期間は大恐慌とぶつかったため、うまくいきませんでした。結局製造されたのはたった7台で、その中の6台が現存しています。1931年に販売されたのは3台、1つは大破しました。ケラークーペは5番目に製造された車で、ブガッティ自身の個人使用のために保管されていた3台のうちの1台でした。これらの車は非常に貴重だと考えられ、第二次世界大戦中のドイツ軍による略奪から保護するために壁の後ろにレンガで覆われて保護されていたくらいです。現在の所有者がいくらで購入したのか分かっていませんが、最近で知られている販売価格は1990年の16億円という驚きの値段です。ポルシェ550スパイダー。この洗練された小型スポーツカーはたった90台のみ、1953年から1956年の間に製造され、現存しているのは46台未満となっています。トラックレースカーとして人気を博し、すべてアルミ製のミッドマウント 1.5 リットル4シリンダーボクサーエンジンを搭載し、4速ギアボックスで110馬力を誇ります。最も有名な550はジェームス・ディーンも所有していました。ディーンは俳優以外にも熱心なレーサーとしても知られており、非常に危険な趣味だったので、映画スタジオの幹部は彼に映画プロジェクト中にレースをすることを禁止する契約に署名させたくらいでした。
ジャイアントの撮影を終えた時はポルシェ356スーパースピードスターを550スパイダーと交換し、10月1日と2日に予定されていたサリナスロードレースイベントにレース番号130とリトルバスタードという言葉がリアカウリングデザインで参加する予定でした。イギリスの俳優アレック・ギネス氏は彼の著書ブレッシング・イン・ディスガイスでディーンの死の7日前である1955年9月23日ジェームズ・ディーンがハリウッドのビラカプリレストランの外でギネス氏にスパイダーを自慢げに見てくれと言ったといいます。ギネス氏は当時その車が不吉に見えたと考え、その車に乗り続けたら来週の今頃には死んでいるだろうということをディーンに伝えました。そしてサリナスレースの1日前にそれが現実として起こってしまったのです。そんな不吉な車でもコレクターにとって魅力的な車であることは変わりなく、有名なポルシェ愛好家であるコメディアンのジェリー・サインフェルド氏によって5億5000万円で販売されており、今でも日の目を浴びているクラシックカーであることは間違いありません。他にもクールな車は世界にたくさんあります。この動画のパート2も準備しているので、ぜひチャンネル登録をしていただき、パート2の配信通知をすぐに受け取れるようにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。